人生の中で一番いいチューブはパイプラインで決めたいなと思ってるんで。こんないい波の場所があるんだみたいな。殻に閉じこまらないサーファー、ピカイチですよ、ね、サーフィンは。10年に一度のもうザレーの日で、宮崎はもう日本一かなとは自分の中では思ってるっすね。最近コンテストも面白いなと思ってて、何でもやっぱそうやって何かを目指していくっていいなと思います。やばい波ももっとメイクしてほしいし、それをメイクするおかげで俺らのモチベーションも上がるというか。でもヒヤヒヤです。多分全員そうですよね。お母さんたちは無理しないけど、無理しない程度にもっと突っ込めみたいな。ちょっと舐められないように見せてやろうかなという気合は常に持ってます。始めていくときはもうワクワクして、うわこんな波乗りてえと思ってました。もう忘れられないぐらいのすごい景色でしたね。